ピエール・アンブロワズ、フランスはショデルロド・ラクロは、フランスアミュアン出身の砲兵士官で、小説、危険な関係の作者。ショーデルロの発音についてはフランス語話者の間でも、論議されることがある。ロジェ・バイアンはその著書、彼自身によるラクロの中で、ラクロの手書き原稿を載せており、ラクロが、自分の名を、チャダーロットでラクロと記していることを示した。また、ラクロと、 同時代の様々な文献には、チョーダーローズの綴りが散見される。このことから判断すると、ラクロ自身は、チョーデルロと発音していたと推察される。日本語では、コデルロスという表記もある。ラクロは、南部フランスの中屯地での貴族たちの生活をモチーフに、1782年に危険な関係を表した。他にも、女子教育についてなど政治論や、 風刺しをいくつか発表しているが、いずれも凡作であり、後世まで傑作として読み継がれているのは、危険な関係のみである。当時のアンシャンレジームと呼ばれた、貴族社会の道徳的大敗と風紀の敏乱を、滑車した内容は、上司当時は、多くの人の品縮を買いつつも広く読まれた。ありがとうございます。